県民の寄付で福祉法人などの活動を支援する。愛の都市訪問の寄贈式が静岡市で行われました。今年五十七回目を迎える。S. B. S. 静岡新聞の愛の都市訪問は。県民から寄せられた募金で。県内の福祉施設を支援しています。今日の寄贈式では。S. B. S. 静岡新聞社の。村松茂春常務取締役から。県内十三の団体に。 障害者や高齢者を送り迎えするための福祉車両などが送られました寄贈を受けた団体を代表して NPO 法人サステナブルネットの渡辺修一理事長は子どもたちの快適な送迎につながるなどと感謝の気持ちを述べました団体の代表者らは実際に福祉車両の使い方を学びこれからの利用に期待を寄せていました